おはようございます。今日は11月の、4日ですか。あ、今日4ですよね。11月4日、気温が 23.3、 湿度 67%、室温が 23.9 で湿度 42% ですね。4日だよね、今日4日だね。はい。今日は陽気なセニョリータ、陽気なセニョリータにしました。陽気なセニョリータです。メキシコベースのブレンドとなっております。はい。そして今日の質問。松屋式ドリップが普遍的に普及しないのはなぜですか？簡単に言うと、宣伝不足です。はい。まあ、素直に、そうですね。まあ、僕なんかもそうだし、松屋の会長もそうだし、宣伝が下手だということでしょうね。はい、そこは反省しなきゃいかんなというふうに思います。だけど実は言うと素人にはあの知名度がないんですよ、松屋式って。本当に素人には知られてないのは事実なんですね。だけどプロは結構知ってるですよ。プロの方々って、素人よりは勉強熱心なんですよ。まあ素人でも勉強熱心な方はいるとは思うんですけど、で素人の方は勉強熱心で、いろいろなホームページとかいろいろなのを見て、まあ、勉強される方、まあ、多いんで、素人の方でも勉強される方は結構松屋式を知ってる方は多いですよね。YouTube をやっておられる方とかなんかは結構、知ってる方は多いと思います。ただその松屋式ということを語らないことも多いです。それはなぜかっていうと自分の、やり方と違うからっていうのはありますよね。はい、まずは穴掘りましょう。つまり、自分の、やり方と違うっていうのはやはり、下手にそれを PR するっていうのはある意味あれですかね、まあお互い商売ですから、まあ、プロの場合は特にそうなんですけど、お互い商売なんで、例えば、うちが、直火の焙煎機を使うんですけど、直火式の焙煎機の方が有利であるっていうのを、まあ、当然僕は当然語るわけですよ。だけど、世の中半熱風の焙煎機だとか熱風の焙煎機使っておられる方々も多いわけですよ。その時に間違っても直火の焙煎機素晴らしいとは言えないんですね。半熱風使っておられる方からすれば、それを言うっていうことは自分とこう否定することになっちゃうんで、それは言えないわけですよね。それは当然ですよね、商売ですからね。でそれと同じのが松屋式のドリップも同じで、やっぱり松屋式ドリップっていうのは、まあ、我々、まあ 松屋さんであったりうちだったりは、まあ、前面に出してやってますけど、普通に喫茶店であったり、普通のコーヒー屋さんからすると松屋式っていうのを前面に出すっていうことは、逆に言うと、松屋さんであったりうちの方に、まあ、お客さんを取られる可能性があるので、それはあんまり、いいことではないですよね。下手にそういうふうに出すこと自体は。だからそういう意味合いで言うと、広がりにくいのは事実、広がりにくいですけど、プロの方は結構、松屋式自体のことは知ってることは多いですよ。特に YouTube やっておられるような方々、コーヒーに関する、方々は結構松屋式のことをよく知っておられる方は多いです。ただそこで、それを発言するわけにはいかないので、まあ、そのまんま、
知らないようにはしてますが、結構松屋敷は知られてるとは思います。会長のとこにはいろいろまあまあ、いろいろ有名な、方々がまあ訪ねておられるし、まあ、ただその訪ねたからって、YouTube で、松屋敷を紹介するっていうことはまあないので、ただ勉強のために訪ねたぐらいの方は結構いますよ。はい、それではやりますかね。はい、真ん中、だいたい秒速 5cc ぐらいですね。で、下に落ち始めて糸を引くようになって、この濡れてるとこと乾いてるとこの境界の内側ですにお湯を差して、水位が上がってくるのを待ちますね。で、ペーパーが下から上にぐーっと、上がってくる、濡れてくるのを確認したら、今度は濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にお湯を差していくと。1分10。はい、蓋を着せます。まあそういうふうで、まあ、松屋敷が普及しないのはなぜですか。別段普及はしなくても、まあ、知られればそれでいいかなというふうには思いますけどね。なんせ松屋敷の、大体金枠と同じような形でフレームドリッパーというのもものすごく多くの、ものが出てきましたよね。あれなんか完全に松屋敷を、まあ、参考にしてますよね。あと、どこでしたっけ、サルタヒココーヒーのドリッペンなんかはもう完全に、松屋敷を参考にした、ドリッパーですけど、ただ松屋敷とは語ってないですもんね。それは当然ですよね。自分とこが新しく開発した商品に対して、あそこのパクりましたとはとても言えないので、それは語らないでしょうけど、まあ、別段これ語らなくてもいいんですよね。なんでかというと、松屋敷っていうのは特許がないので、誰がそれを利用してもいいわけですよ。だから、フレームドリッパーとしていろいろなとこ会社が、松屋敷の金枠を参考にして、作ろうが、それは、文句は言えないわけですよね。それ自体は全然違法でも何でもないわけだから、それをどんどんやりゃいいんですよね。で、その中で、フレームドリッパーというのを使う中で、松屋敷の、理論が少しずつでも、知られるように、もっと言うとフレームドリッパーが、まあ、ある意味、使われるようになると、当然、入れ方とかなんかを、そういう人たちは探そうとするんで、そういうことを探そうとすると、必ず松屋敷の方にたどり着くと。で、たどり着いて、そこから真剣に、コーヒーの抽出っていうのを、勉強しようとすると、だんだんと、
松屋敷も少しずつですけど普及するんじゃないのかなというふうには思いますので、今のようなペースでいいと思いますよ。あの中途半端に知識もなく、松屋敷自体よく分かんなくて松屋敷だと語られるよりはよっぽどか結構勉強して、初めて松屋敷というふうに、語ってもらった方が多分あの質の高い松屋敷っていうのが普及すると思うんで、今の状態で僕はいいと思いますけどね、うん、まあ僕の中では毎週土曜のコーヒー教室、毎週じゃなくて、毎月土曜のコーヒー教室ってやってますけど、一番にはあれなんですよね、コーヒーを教えるっていうことは一番には驚きを教えるようなとこあって、今までの常識を飛び越すのを見せるわけですよ。つまり、松屋敷っていうので、例えば油を通す方法として、161.6、まあ、油を通す方法として何種類かあるわけですよ。つまり、減圧することを利用して、油を通す方法、穴開けくんという、針で穴を開けて油を通す方法、波打ち際理論といって、高い位置からお湯を、刺す刺し方を利用して油を通す方法、いろいろな油を通す方法というのが、まあ正確に油を通すオイル感を出す方法といった方が、まあ、丹部先生から指摘されたように油というふうに言うと、分離した表面に浮くものになってしまうので、表面に浮かないものを、つまり、オイル感だけを出すことを、まあ、主目的にしているわけだから、オイル感といった方が正しいですよね。そういう、まあ、ある意味、技術を、まあ3時間かけて、まあ、コーヒー教室いろいろなことを、まあ、やるわけですよ。実際に、松屋敷がその3時間普通の入れ方で入れたコーヒーと、松屋敷というので入れたコーヒーを、コップに置いておいて、その3時間後に、普通の入れ方の濁ったコーヒーと松屋敷のクリアな綺麗なコーヒーというのが結局、手品のように結局差があるのをこう見せる、それによって、来た人はびっくりするし感動もするみたいなことを、まあ、示すことをやるんですね。つまり例えば YouTube とかこういうふうに、まあ、動画を作ってはいますけど、この動画って所詮はこんなもん僕が適当に喋ってるのが、まあ、動画になってるだけなわけですよ。それが、真実かどうかって誰も、見てるだけだったら、まあ、そこには当然僕なりに理屈を語るわけだから、そのように追試をすれば結果としては同じ結果は出るでしょうけど、そこまでやってくれるような人はまずそうはいないんで、そんなみんな暇ではないと思うので、そうするとやはり、実際に体験するのが一番、大切だと思うんですね。だから松屋敷っていうのはある意味、体験した人は結構
そのまんまやろうという気になりますけど、体験してない人は単なる、手品を見ただけみたいな感じに、思う人も多いんですよね。つまり、コーヒーが2週間濁りませんよって、そんなバカなことはあるかよって本来思うわけですよ。実際僕も松屋式を知る前は普通の入れ方を、コーヒーしてたわけで、30秒の蒸らしでコーヒーは立てたわけで、カリタの器具を使って立てたわけですよ。円錐じゃない、あれですよね、台形のあれを使って立ててたわけだけど、それでコーヒーなんてもんは入りたてで引きたてで立てたてでなければならないというのを当たり前のように信じてたわけですよ。で、今でも大半の人はそれを信じてると思うんですね。だけど現実に僕は松屋式を知って、コーヒーなんてもんは入れて、味が変わるっていうことは下手くそなだけだよっていうふうに言われた時に、みたいに思ったわけですよ。つまり、立てたてなければならないと。でみんな立てたてに一生懸命今こだわってるわけですよ。そんなとこではっきり言って時間が経って味が変わるっていうことは下手くそなだけだよって言われたら元も子もないですからね。だから松屋式ってある意味今の人たちが入れたてにこだわって頑張ってるのの全否定に近いようなとこあるので、松屋式を理解したからって松屋式を、例えば普通に商売やってる人が、行うかって言ったら微妙だと思いますね。ある意味それも普及しない原因かもしれないですよね。ただあれですけどね、なんつうんですかね、このコーヒーの、車で、商売やってる人たちが一杯ずつコーヒー立ててる、それで、一日頑張ってやっても、全然儲からないみたいに、嘆いてる方も、いると思うんですけど、当然、コーヒー立てるのって結構時間かかるんで、一杯ずつ立ててると、結構大変なんですね。だからイベントでこう人が行列ができても結局、一日に、稼いだお金が大したことないって言って嘆く人もいるんですね。ああいう、車でやる方でも。で知り合いで、やっぱ僕の知り合いで松屋式やってる人で、10杯出しで、連続で、コーヒー立てて2日間ぐらいで100万ぐらい稼いだ人もいます。だからやり方では ああいう、車でやる人たちでも稼げるわけですよ。そのような方法を取って、やる方々もいるわけで、だからコーヒーが稼げないとか稼げるとかいうのは基本的には商売が上手か下手かによるだけなので、YouTube で、普通にコーヒーの、商売が稼げないというのを、真に受けるでもなく、逆に、コーヒーで稼ぐのはちょろいとかいうのを真に受けるのではなく、やっぱ自分で、その商売がやりたいんだというふうだったら考えてもいいとは思うけど、そこら辺は自分で、やっぱ考えるべきとこなんでしょうね。早割り、冬ギフトですね、こちらの方はですね、一生懸命今販売しております。販売というよりは予約受け付けております。こちらではですね、11月の15日ぐらいまでは、10% オフの割引でやっておりますので、よければですね、予約、してもらいたいと思います。
一応4種類の、フレーバーと、玉木と、コーヒー遊戯と松屋さんと、4種類の、焙煎屋の、コラボの商品なんで、こういうのは、まあある意味珍しいは珍しいですよね。つまり焙煎も違う、扱ってる豆も違う、考え方も違う、そういうのを、飲むことができるっていうのは、ちょっといいと思うので、普通に、コーヒー好きに送るのもいいけど、自分個人として、この、クリスマスお正月ぐらいにコーヒーを楽しむのもいいのかなというふうには思いますね。ということで、今日はここまでにします。